ヒューイさんがさ、ヒューイさんがさ、ライブで言っとるさ、千鳥のドブに似とるやつ、あれみんな見てほしい。セミナルエレジーみたいなやつ。それマジみんな見てほしい。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。おもろいな。おもろい。あれ大好き。マジで。そのままや。そのまま。Yeah.
ジオ食いたのとしたけどやめよう。やめた方がいい。やめて。あ、面白い。めちゃくちゃ面白い。いけるやん。え、本当でしょ。やめて。ドキドキする。ドキドキする。そう。ちょっと早い。いけると思うんだけどな。まあまあまあ。まあまあまあ。
ねえどうして顔見て好きだよと言いたいだけなのにデートの約束なんてもうどうでもいいから私の頬をつねて笑ってよバカだなって言い返してよ70億にただ一つの奇跡みたいな愛しい人もしも遠く離れメッセージも届かないそんな日でも朝焼けに二人で結んだ見てる私見て
ドキする。変身に困るやつやろうかな。変身に困るやつやろうかな。私ばかり思ってる気がするってそう言わせちゃったんだ。環境が変わって忙しくなってすれ違って会える時間もなくなって僕からの連絡が少なくなったせいなんだ。きっと巡り巡る季節君を思う日は366日ないのにね。今だって君が そっか新月か君のことを考えてるといつも足早だね。雲の流れも月の満ち欠けもだから一瞬一瞬を大事に過ごしていたいんだ。四季だってあと何回噛みしめられるだろう。ベランダに座ってそんなことを歌目つきを聞いてよこのメロディー。それでめないとこ見えなくても見てくれるってわかるとこも君のいない世界なんて想像できないとこも見ててさ。Yeah.
私はきっともういいか、泊まりに行かなくてもいいか、眠ったままの君に目をやる。洗面台に立っていた余るようなあの君もごめんね。今さら思い出したりするか、好きになってしまった。
ました。今日はこれで終わりたいと思います。みんな最後に写真撮りましょう。またしょ。Thank you! 終わります。ありがとうございました。